中央アメリカとカリブ海の地図18世紀海賊の旗、キャラコジャック・ラカムのものとされているカリブ海の海賊の時代は16世紀に始まり1830年代にカリブ海に植民地を持つ西ヨーロッパ諸国や北アメリカの国が海賊に対する戦いを始めた時に消えていった。海賊の最盛期は1660年代から1730年代だった。カリブ海には ジャマイカのポートロイヤル、ハイチのトルトゥーガ島、バハマのナッソーなど海賊が利用できる海港があったので海賊が栄えた。16世紀に海賊の餌食にされた主要貿易ルート、スペインの宝物艦隊は1568年から、マニラガレオン線でカリブ海とスペインのセビリアを結び、ポルトガルのインド艦隊は1498年から、 ポルトガルとインドのコアを結んだバーソロミュー・ロバーツ、ベナンのウィダーで、背景は、事戦と捕獲した、商船海賊は、海戦で刺激された元水夫が多かった。フランス語のブーキャンの上のブーキャニアから、派生したバッカニアと呼ばれた。煙を出す日を呼び、ブーカンの上に島に残っていた牛の肉とを負けにして、島の漂流者が沖を行く船を交易のために、近寄らせたように、 海賊が船を捕まえることができたからだった。海賊は植民地を支配する権力者によって住んでいた島を追われたので海上で他の船舶を襲撃し続けて新しい生き方をしていくようになった。ヨーロッパの商船を攻撃しその貴重な荷物を捕獲するという船乗りにとって魅力はあるが法に触れる機会を作り出した。これは16世紀に始まった。海賊行為は 例えば、フランス王フランソワは一世の時代には、植民地権力者によって合法とされた。これは、大西洋やインド洋で、領海政策を確立したライバル国の海上貿易を弱めることを期待したものだった。この合法的な海賊行為は、死略と呼ばれた。1520年から1560年、フランスの死略戦だけで、スペイン王国と新世界における広大な、 スペイン帝国の商業権に戦いを挑んだ。後にはイングランドやオランダの私略戦も加わった。以下はウェールズの海賊からの引用であり、18世紀カリブ海の海賊に対する動機を示している。カリブ海は1492年にクリストファー・コロンブスが新世界を発見して以来、ヨーロッパの貿易と植民地化の中心になった。1493年、 トルデシラス条約によって、カーボベルデから370リーグ西の南北方向線で、ヨーロッパ以外の世界をスペインとポルトガルの間で山分けした。このことでスペインはアメリカ大陸の支配権を得、後に、この位置づけは同じくらい強制力のない強行直所によって補強された。スパニッシュメインにおいて重要な初期開拓地は、現在のコロンビアのカルタヘナ、 パナマ地境のポルトベロとパナマシティ、キューバ南東海岸のサンティアゴ、イスパニョーラ島のサントドミンゴだった。16世紀、スペインはヌエヴァエスパーニャのサカテカスやペルーのポート市にあった鉱山から驚くべき量の銀塊を掘り出した。新世界から旧世界に運ばれたスペインの銀が海賊やフランスをあル・クレールやジャンフルーリーなどフランスの市略船を引きつけた。 どちらもカリブ海や大西洋にいて、カリブ海からセビリアに向かうルートにあった。これと戦うのは常に危険が伴った。1560年代、スペインは五層戦断方式を採用した。スペインの宝物艦隊すなわち、フロータは、毎年スペインのセビリアから、乗客、兵士及びヨーロッパで製造された商品を新世界に、あるスペイン植民地に運んだ。 この荷物は利益が出たが実際には船体のためのおもりを形成したに過ぎず真の目的は1年間に採掘された価値ある銀をヨーロッパに運ぶことだった旅の最初の段階はペルーやヌエヴァエスパーニャの鉱山で採れた銀をシルバートレインと呼ばれたラバの隊列で主要なスペイン領の港に運んだ港はパナマ地峡やヌエヴァエスパーニャのベラクルスにあった フロータがシルバートレインと落ち合うと、積んできた商品を下ろして待っていた商人に渡し、それから貴重な積み荷である金や銀で船倉に積んだ。このことで会議のスペイン戦隊は魅力ある標的になったが、海賊は守りの固い主要船舶を捕まえようとするよりも、戦隊の後をつけてはぐれた船を攻撃した。カリブ海を通る宝物戦隊の通常のルートは、 超アンティル諸島から中央、アメリカやヌエバエスパーニャ海岸のスパニッシュメインにある港を通り、北に向かって、ユカタン海峡を抜け西風を掴んで、ヨーロッパに向かうものだった。プロテスタントの国であるオランダやイングランドは、1560年までにカトリック国スペインに反抗しており、一方フランス政府はスペインが大きな利益の出ることを証明してみせた、新世界における、 植民地を拡張しようとしていた。1564年、現在のフロリダ州ジャクソンビルの近くにカロリーヌトリデを設立して、カリブ海で初のスペイン以外の開拓地を設立したのがフランスだった。しかしより大きな植民地であるスペイン領戦闘オーガスティンから来たスペイン軍の攻撃で、この開拓地はすぐに消滅した。 トルデシラス条約は強制力を持たないことが証明され、北の境界が北海帰線であり、東の境界がカナリア諸島を通る本所死後線であるという有効の線という新しい考え方が、加藤コンブレシスは平協議のフランスとスペインの交渉者によって高頭で合意されていたと言われている。この境界線の南と西では非スペイン線に保護が与えられず、 線を超えた和平はないという概念になった。イングランド、オランダ、フランスの海賊と開拓者は、スペインとの名目上の和平の時でもこの地域に入っていった。当時のキリスト教世界で最強国だったにもかかわらず、スペインは広大な対応を支配するために十分な軍事力を供給できず、その独占的かつ重商主義的交易法を強制できなかった。 これらの法はアメリカ大陸におけるスペイン帝国の植民地人とスペイン商人が交易する時のみ認められた。この法の整備によって絶えずスペインの交易法を破る密貿易を許しイングランド、フランス、オランダによって平時におけるカリブ海の新しい植民地化の試みを許した。ヨーロッパ列強の間で戦争が始まった時はいつもカリブ海では 海賊行為や私略行為が広がる結果になった。1585年から1603年の英日戦争は新世界における貿易紛争が原因の一部だった。その植民地で生産的で自活できる開拓地を築くよりも新世界から鉱物と農業の富を引き出すことに力が注がれた。西ヨーロッパに大量の銀や金を運ぶことによってもインフレが加速された。 ヨーロッパでは金のかかる戦争が絶え間なく続き、貴族はその背後にある商業的機会を見くびっていた。産業を損なう料金や関税の非効率な仕組みがすべて17世紀にスペインが強国の座を降りていくことに貢献した。しかし、大変利益の出る貿易は、その植民地と海外帝国の間で継続され、19世紀初期まで拡大を続けた。 一方カリブ海ではコロンブスと共にヨーロッパの薬病も伝来し先住民族であるインディアンの人口を減らしていた。ヌエヴァ・エスパーニャの先住民は16世紀の人口から90%も減っていた。先住民の人口が減ったことでスペインはスペイン領アメリカの植民地、プランテーション、鉱山を経営するために次第にアフリカ人奴隷の労働力に依存するようになり、 大西洋奴隷貿易は、スペインの重症主義法を侵害したい、イングランド、オランダ、フランスの公益業者にとっての新しい利益原因となり、そうすることで、刑事面積となった。しかし、カリブ海地域の人口が比較的少ないことは、イングランド、フランス、オランダに独自の植民地を築かせることにもなり、特に金や銀が捕獲される商品よりも重要では、 なくなると、換金作物としてのタバコや砂糖に置き換えられ、それらが人を大変豊かにできた。スペインの軍力がヨーロッパで弱くなると、新世界におけるスペインの交易法は、他国の商人によって侵害されることが甚だしく多くなった。南アメリカ北海岸沖のトリニダード島のスペイン港は1592年に高級的な開拓が行われたばかりだったが、 カリブ海に拠点を置く国すべての間の接触点になった。黒ひげと戦うメナード対17世紀初期、スペインの主要港で金のかかる要塞化や植民地中東兵の勢力がカリブ海で拡大する競争相手との対応を増やしたが、宝物船体の出荷量や地域で創業するスペイン所有商船の数は減った。農園で働く人に不足したために、 食料の供給不足という新たな問題も生じた。新世界におけるヨーロッパ生まれのスペイン人、あるいはヌエバエスパーニャ生まれの純血のスペイン人は、スペインの階級制度で、それぞれ半島人、クリオーリョと呼ばれ、1600年の人口は25万人を超えていた。新世界で穀物を育て商品を製造するような、社会の生産的役割を果たすスペイン人植民地人は、 数が少なく、その大農場での貴族的な贅沢生活を望み、アフリカ人やインディアンの奴隷に使えさせ、労働はすべて彼らにやらせて、食料、タバコ、砂糖を育てる大プランテーションの主人になった。後に、カリブ海諸島に他のヨーロッパ強国が作った開拓地も非ヨーロッパ系労働者、すなわちアフリカ人奴隷の労働に頼った。これと同じ時期に、 イングランドとフランスは国内のカトリックとプロテスタントの間の宗教的分裂を収め、その結果として得られた社会の平和によって国内の経済を急速に成長させたので17世紀ヨーロッパにおける強国になった。特にイングランドは国民の目を海洋での技術に向けさせ商業的繁栄の基盤にした。17世紀初期、 イングランドのジェームズ1世とフランスのアンディ4世は、ハプスブルク朝スペインとより友好的関係を追求し、打ち続いた戦争による財政的負担を減らそうとした。1604年に始まった平和に乗じて、スペインの植民地に対する海賊と私略行為の機会は減ったが、どちらの領主も新世界に新しい植民地を作り、西半球における、 スペインの独占を破ろうとする動きを止めてはいなかった。アメリカ大陸の豊かさ、快適な気候、人口の少なさという評判によって、一財産を作ろういう者たちを集め、17世紀初期は、フランス人とイングランド人が、北、アメリカでの新しい植民事業で住み分けることになった。メキシコより北では、基本的にヨーロッパ人の開拓地がなく、 カリブ海では17世紀後半までスペインが支配権を保っていた。オランダの場合は国内の愛国主義と厳格なプロテスタント教義によってスペインに対する反抗が続いた時代の後名前以外の独立が果たされた。アムステルダムやロッテルダムの造船所から浸水したフルートのような新しく革新的な船舶によって合紙会社のような資本主義経済の体制が スペインとの12年間休戦によって根付き、軍事的な重荷からも解放された。オランダの商業的利権は世界中に爆発的に広がったが、特に新世界と東アジアにおいて大きかった。しかし、17世紀初期にオランダ東インド会社のような最も強力な会社は、東インドと日本での活動を展開することに最も多くの関心を抱いており、 西インド諸島はより小さく独立したオランダの業者に委ねていた。スペインの港17世紀初期、カルタヘナ、ハバナ、サンティアーゴデ・クーバ、サンフアン、パナマシティ、マラカイボ、サントドミンゴのスペイン植民地がスペイン領西インド諸島の中でも重要な開拓地だった。それぞれに人口が多く、経済は自立し、スペイン軍隊によって守られていた。 これらでは、スペインの重症主義法を厳格に強制したので、外して他のヨーロッパ諸国と取引することを好まなかった。これらの都市では、ヨーロッパで製造された商品が、植民地人の間で高価に売れ、一方、タバコ、チョコレートなど新世界の原材料が船でヨーロッパに運ばれた。1600年までに、パナマ地境のカリブ海港は、ポルトベロからノンブレデディオスに変わり、 スペインのシルバートレインと毎年の宝物戦隊を受け入れていた。ヌエバイスパーニャでは、ベラクルスが唯一の大西洋貿易に開かれた港であり、カリブ海に開かれた窓として広大な内陸の商品を受け入れていた。17世紀までにスパニッシュメインと中央アメリカの街の大半は自立するようになっていた。スパニッシュメインの小さな街はタバコを栽培し、 スペインの重症主義法を逃れる外国の密、貿易者も受け入れた。イスパニョーラ島の人口が少ない内陸は、特にタバコの密、貿易者が、その交易のために通って受け入れられた、もう一つの地域だった。スペインの支配したトリニダード島はすでに17世紀の、初めに、地域であらゆる国の船舶や会員に広く開かれた港となっており、特にタバコやヨーロッパ製品を扱う。 密、貿易者に好まれた。カリブ海の密、貿易者はそのタバコや砂糖をそこそこの価格で売り、大西洋貿易の業者からヨーロッパ製品を大量に購入して母国のものに触れる機会の少ない西インド諸島やスパニッシュメインの植民地人に配った。トリニダード島のスペイン総督は港の防御が弱く、 お粗末なくらい少ないスペイン軍によって守られているだけだったので、イングランド、フランス、オランダの密、貿易者から差し出される魅力的な賄賂に頼るしかなく、その支配下の人民によって追われたり、より柔軟な監督者に置き換えられたりするリスクに対応していた。その他の港イングランドは1707年にバージニアと呼ばれる初期植民地を設立し、1625年には、 西インド諸島のバルバドス島にも設立したが、この小さな開拓地の住人は、地元カリブ族、インディアンから設立後しばらくは、かなりの危険性に直面していた。これら二つの植民地は、定期的に食料を輸入する必要があったが、それ以外に、イングランドから主に毛織繊維を輸入した。イングランドへの輸出品は、砂糖、タバコ及び熱帯性の食品だった。 このカリブ海の植民地では当初大きなタバコプランテーションもなく、またイングランドによる真に組織化された防御もなかった。イングランドがこのカリブ海の島を所有することがいかに貴重なものであるかをロンドンが認識するまでには時間がかかった。その後奴隷貿易を通じてアフリカ人奴隷が購入された。彼らは植民地で働きヨーロッパへのタバコ、米、 砂糖の供給を加速させた。1698年までにイングランドは他の帝国主義強国に最大の奴隷輸出国となり、その労働に関して最大の効率を提供していた。バルバドスは西インド諸島でイギリスが真に成功した最初の植民地であり、17世紀の間に急速に成長し、1698年にはジャマイカが 奴隷労働者を雇用するイングランド最大の植民地になった。イングランドの船舶は次第にカリブ海における主要母港としてそこを選ぶようになっていった。トリニダード島と同様にバルバドスを本拠とする大西洋貿易の商人はタバコや砂糖に常に大金を払った。この時代に二つの作物は重要な換金作物であり、 アメリカ南部植民地の成長を加速させるとともに、カリブ海にもその効果を波及させた。フランスはスペインによってカロライン砦が破壊された後、16世紀後半の宗教戦争でカトリックとプロテスタントの宗教的分裂によって格乱されていたので、数十年間はカリブ海で植民地化の試みを行っていなかった。しかし小さな、 テント村町を拠点とするフランスの市略船は17世紀初期のバハマで見られた。これら開拓地は船舶やその乗組員が清水と食料を得る場所に過ぎず、おそらくは地元非戦闘員との関係があるだけで、それはすべて高いものについた。オランダ領ブラジルのレシフェ1630年から1654年、オランダ商人はレシフェと呼ばれたブラジルの港を持っていた。 当初は1548年にポルトガルが建設した港だった。オランダは1630年にサルバドールやナタルなどポルトガルが支配していたブラジルの砂糖生産都市いくつかに侵略する決断をした。レシフェとオリンダを支配し、レシフェをオランダ領ブラジルの新首都にしてモーリッツ・スタッドと改名した。この期間、モーリッツ・スタッドは 世界でも最も国際的な都市の一つになった。ポルトガルとは異なり、オランダはユダヤ教を禁止しなかった。アメリカ大陸で最初のユダヤ人町とシナゴーグ、すなわちカハルズル、イスラエルシナゴーグがこの町に設立された。1654年、オランダが第一次エイラン戦争に巻き込まれたことに、常時てオランダ領ブラジルの市民が自らオランダを追い出すために戦った。 これは、パーナンブキャンボードーと呼ばれた。ユダヤ人の大半がアムステルダムに逃れ、他は北、アメリカにいて、ニューアムステルダムの最初のユダヤ人社会を作った。オランダは、スペインの小さな植民地と密、貿易品の交易に時間を費やしていた。17世紀初期のオランダ貿易業者と市略戦に、 とって、トリニダード島が非公式の母校であり、その後は1620年代と1630年代に独自の植民地を設立した。従前通りトリニダード島のスペイン総督は、オランダ人がその港を使うことを止められず、その代わりに魅力的な賄賂を受け取るのが通常だった。カリブ海における17世紀初めの3分の1は、ヨーロッパにおける野蛮で、 破壊的な30年戦争の勃発で定義され、宗教改革のプロテスタントとカトリックの紛争が頂点に達し、スペインハプスブルク朝とブルボン朝フランスの最終天皇山となった。この戦争は大半がドイツ国内で戦われ、その人口の3分の1内し2分の1が紛争の歪みの中で失われたが、新世界にもいくらかの影響があった。カリブ海における スペインの覇権が急速に衰退を始めアフリカ人奴隷に対する依存が強くなった。新世界におけるスペインの軍事力もマドリードがその資源を旧世界のヨーロッパプロテスタント諸国の大半とハプスブルク朝の断末間の戦いに移したので勢力が減退していった。スペインがヨーロッパに資源を移す必要性があったことでアメリカ大陸における スペイン帝国の凋落が加速された。スパニッシュメインや西インド諸島の開拓地は財政的に脆弱となり、母国がヨーロッパの出来事に消耗する度合いを強めたので、新世界に駐屯する軍事力も小さくなった。スペイン帝国の経済力は停滞したままであり、植民地のプランテーション、牧場、鉱山は、 西アフリカから輸入した奴隷労働者に完全に依存するようになった。スペインがカリブ海を軍事的に実質支配できなくなったので他の西ヨーロッパ列強が入ってきて独自の高級的開拓地を作り新世界におけるスペインの独占支配状態を終わらせた。オランダが30年戦争の一部として独立のためにスペインに対する闘争を再開せざるを得なかった時でも オランダは世界の商船運航と商業資本主義のリーダーとなり、オランダ会社は17世紀に西インド諸島にその関心を向けることになった。スペインとの戦争が急戦となり、成功したオランダの防止会社がスペイン帝国に対する軍事遠征を資金手当てする多くの機会が生じた。16世紀からカリブ海にあったイングランドとフランスの私略選拠点には、 オランダの軍船が新たに群がることになった。イングランドでは母国での経済機会の減退とイングランド国境解設率の際にプロテスタント神学の妥協を拒否した求心的プロテスタントに対して植民地が寛容になったこともあり、新世界における植民事業の新しい段階が加速された。セントルジアとグレナダの植民地が設立から間もなく崩壊した後、 また、バージニアのジェームズタウン植民地が崩壊寸前まで行った後、17世紀前半には、プリマス、ボストン、バルバドス、及び西インド諸島のセントキッズとネイビス、プロビデンス島などで新しく強力な植民地が設立された。これら植民地は、すべて新世界におけるイングランド文明の中心となるべく、支えられた。当時ルイ1世と、 その有能な最小理主流数気教が統治したフランスではフランスカトリックとプロテスタントとの間に宗教内乱が再燃していた。1620年代を通じてフランスのユグノーはフランスを逃げ出しイングランドのプロテスタントと同様に新世界で植民地を設立した。1636年スペインを支配するハプスブルク朝とフランスの 東国境を接する神聖ローマ帝国の力をそぐためにフランスはドイツでの戦乱にプロテスタント側で参戦した。植民地紛争17世紀初めの3分の1におけるスパニッシュメインの都市の多くは自立していたが繁栄しているものは少なかった。ジャマイカやイスパニョーラ島の後方にある開拓地は主に 船舶が食料と清水を入手する場所だった。スペイン領トリニダードは密貿易が盛んなままであり、ヨーロッパ製品が豊富にあって、かなり安く、タバコや砂糖についてはヨーロッパ商人が良い価格で購入した。1623年に設立されたセントキッズとネイビスのイギリス植民地は、すぐに砂糖を生産する裕福な開拓地になることが分かった。 スペイン帝国の懐深く、ニカラグアのマラリアに苦しめられたモスキート海岸沖に、あるプロビデンス島に作られた新しいイングランド植民地は、スパニッシュメインを襲うイングランドの市略船や他国の海賊の主要基地になった。イングランドとフランスが分け合ったセントクリストフ島では、フランスが優勢になった。セントクリストフ島のフランス人開拓者は、大半がカトリックであり、 一方、イスパニョーラ島北西部における承認されて、いないが成長しているフランス植民地は、大半がフランス人プロテスタントであり、母国でのカトリックからの迫害を逃れて、スペインの許可なしに、そこに住み着いていた。フランスは、問題の多いユグノーについて起こることにはほとんど関心を示さなかったが、イスパニョーラ島西部の植民地化はフランスにとって、 その宗教的少数派を取り除くことと、スペインに対して打撃を与えることであり、フランス王室の観点からは、優れた取引だった。待望あるユグノーは、イスパニョーラ島北西部海岸沖のトルトゥーガ島も、領有権を主張し、その島自体にプティゴア部の開拓地を設立した。特に、トルトゥーガ島は、海賊と私略船の避難所となり、あらゆる国の密、貿易者から好まれた。 開拓地の設立そのものが違法であったにもかかわらずのことだった。カリブ海のオランダ植民地は17世紀中の3分の1までは稀なことだった。バハマとフロリダの伝統的な市略船本拠地とともに、オランダ西インド会社は1626年に北アメリカ本土のニューアムステルダムに、1634年にはキュラソー島に工場を設立した。キュラソーは、 ベネズエラの北海岸沖、カリブ海のまさに中心に位置する島であり、海上の交差点になるべく位置にあった。フェリペ4世17世紀半ばのカリブ海は、再度、はるか離れたヨーロッパの出来事で形作られた。オランダ、フランス、スペイン及び神聖ローマにとって、ヨーロッパ最後の大宗教戦争である30年戦争が、ドイツで戦われており、基金。 薬病の発生で悪化し、上のために、ドイツ人口の3分の1ないし2分の1が殺された。イングランドは、ヨーロッパ大陸の戦争に巻き込まれることを避けていたが、破滅的なイングランド内戦の犠牲となり、短期間だが残忍な5民間、オリバー・クロムウェルとその延長党軍の、ピューリタン軍独裁になった。ヨーロッパ列強の中で、スペインは30年戦争が終わった時に、経済的にも、 軍事的にも最悪の状態にあった。17世紀半ばの経済状態はお粗末なものだったので、フェリペ4世のハプスブルク朝の破産と実行のない政府に対して大きな反乱が始まり、スペイン王室による血がまぐさい報復でのみ、収集されることになった。このことで哀れなフェリペ4世をより人気あるものにはしなかった。旧世界の災難は新世界における機会を育てた。 スペイン帝国の植民地は、スペイン王国の多くの苦しみゆえに17世紀半ばから全く無視されていた。略奪者や死略者がヨーロッパでの長い戦争の後で経験を積み、ほとんど防御のないスペイン開拓地を容易に略奪し、占有した。母国の政府は、国内の心配ごとにかかりきりで新世界の植民地に関心が向けられず、ほとんど干渉できなかった。 スペイン以外の国の植民地はカリブ海で成長し拡大しておりヨーロッパが混乱し経済機会がなくなったことから逃れてきた移民の増加で加速された新世界に入植した新移民の大半がプランテーション経済を拡張した一方で海賊の生活を選んだ者もいた一方オランダは1648年のベスト・ファーレン条約が ハプスブルク朝との80年戦争を終わらせた時に、ついにスペインからの独立を果たし、新しい植民地によって必要とされるヨーロッパ製品を運ぶという幸運をつかんだ。友好的貿易は、市略船ほど利益はなかったが、安全な事業だった。17世紀後半までに、バルバドスはイギリス領西インド諸島の非公式首都になり、その後はジャマイカがこれに変わった。 バルバドスはこの時代の商人の夢の港だった。ヨーロッパ製品は自由に手に入り、島の砂糖は高値で売れ、イギリス総督はいかなる種類の重症主義法をも強制しようとすることはほとんどなかった。セントキッズとネイビスのイギリス領植民地は経済的に強く人口も増えており、ヨーロッパにおける砂糖需要がそのプランテーションを基盤とする経済を 推進していった。イングランドはカリブ海における支配力を増し、1612年のバミューダ、1632年のアンティグア島とモントセラと、1648年のバハマ諸島のエルーセラ島など新しい島に入植した。これらの開拓地は他のすべてと同様にちっぽけな社会から始まり、経済的には自立していなかった。 フランスも1634年に、グアドループ、1635年にショーアンティル諸島のマルティニークなど砂糖を栽培する島に、新しい植民地を設立した。しかし17世紀カリブ海における、フランスの活動の中心は、イスパニョーラ島海岸沖の要塞化された島である、トルトゥーガ島のままであり、シリアク略ン、バッカニア、まさに海賊の避難地だった。 イスパニョーラ島の他部分で主要な植民地は、プティゴアベのままであり、現在のハイチ国に発展するフランスの足がかりだった。フランスの私略船はこの時もこのテント村をフロリダキーズにおける停泊地に使って、フロリダ海峡を通るスペイン船を襲い、またキューバ、北海岸沖の海上交通路を往復して、船舶を襲撃した17世紀カリブ海におけるオランダは、 キュラ総統がイギリスにとってのバルバドスに相当した。この大きく豊かで防御の整った自由港はヨーロッパ各国の船舶に公開され、ヨーロッパに再輸出される砂糖に手頃な価格をつけ、その見返りにまた新世界のすべての国の植民地人に大量のヨーロッパ製品を販売した。オランダが支配する二つ目の自由港は1636年に、 開拓された新都ユうスタティウス島で発展した。1660年代にこの島の領有をめぐって、オランダとイングランドが何度も争い、島の経済と港としての望ましさを傷つけた。オランダは、セント・マーチン島でも開拓地を設立し、オランダ佐藤農園主やアフリカ人の霊労働者のもう一つの安息地となった。1648年オランダは、 この繁栄する島をフランスとの分割統治に合意した。17世紀後期と18世紀初期は、カリブ海の海賊の黄金時代と考えられることが多く、海賊の港は大西洋とインド洋及びそれらを取り巻く地域で急速に成長した。さらにこの期間に実際に活動した海賊は約2400人いた。新世界におけるスペイン帝国の軍事力は、 フェリペ4世の後をカルロス2世が次、4歳でハプスブルクスペイン最後の国王になった時に衰退を始めた。17世紀後期のスペイン領アメリカは、スペインが強国としての水防段階に入ったので、ほとんど軍事的に守られておらず、スペイン王室の重症主義政策で経済にも悪影響があった。母国の干渉がないことに、奴隷労働力の有用性が高まったことで、 銀行産からの産出量が上昇したことが組み合わされ、スペイン領はアメリカの運命における最高が始まった。イングランド、フランス、オランダは1660年までに、それぞれの領有権の中で新世界植民地強国となっていた。ベスト・ファーレン条約調印以降、オランダの商業的に大きな成功を心配したイングランドは、オランダとの貿易戦争を仕掛けた。 イングランド議会は1651年に公開法、1663年にステープル法と重商主義的法の初期のものを成立させ、イギリス領植民地の商品はイギリス戦で飲み運ぶこととし、イギリス領植民地と外国の貿易に制限を課した。これらの法は、オランダの商人が自由貿易に依存して活性化されているために、これを狙い撃ちしたものだった。 この貿易戦争はその後の25年間で3回の英乱戦争に続いていった。一方フランスのルイ14世は、その母で摂政でもある、オーストリア女大公のアンヌドートリッシュと、最小ジュール・マザラン・スーキ教が1661年に死んだことで、その申請を開始した。太陽王と呼ばれたルイの積極的外交政策は、新請ローマ帝国と接する。 東国境を拡大し、イングランド、オランダ、ドイツの軍商国、及びスペインとの移り変わる同盟に対し戦争状態を継続することだった。17世紀後期のヨーロッパはほとんど常に陰謀と戦争で飛翔されており、海賊や死略戦がそのちぐられた貿易に従事する絶好の時だった。カリブ海では、この政治的環境によって植民地総督は、 あらゆる方向からの脅威に直面していた。オランダの砂糖生産島であるセンというスタティウス島ではイングランドとオランダが覇権を争い、1664年から1674年の間に支配者が10度変わった。ヨーロッパ諸国は母国での戦争で疲弊し、植民地には軍事的援助がほとんどできなかったので、カリブ海の植民地総督はバッカニアを、 傭兵や死略部隊として使うようになり、植民地の防衛と母国の当面の敵に対する戦闘に使った。これら規律がなく鈍欲な戦争の犬は雇い主の制御が難しくなることが多かった。17世紀後期までにカリブ海のスペイン領にある大きな町は繁栄を始め、スペイン本国もゆるりと断続的な回復を始めたが、スペイン自身の問題のために、 それらの町は軍事的な守りが薄く、海賊や私略戦の容易な餌食になることがあった。イングランドの支配権はイングランド自体がヨーロッパで強国にのし上がっている時だったので、カリブ海でも拡大を続けた。ジャマイカは1655年にスペインから奪い、その主要開拓地であるポートロイヤルはスペイン帝国の中にあってイングランドのバッカニアの新しい大地になった。 ジャマイカはセントキッズと共にカリブ海におけるイギリス支配の中心にゆるりと変わっていった。これと同時期にフランス領諸アンティル諸島のグアドループとマルティニークはカリブ海におけるフランス権力の中心となり砂糖プランテーションが次第に利益を上げるようになったのでフランス領の中でも最も裕福な存在になった。フランスはまたイスパニョーラ島西部周辺。 トルトゥーガ島とイスパニョーラ島の首都プティゴアーベの伝統的な海賊港で私略船の地盤を維持した。フランスはイスパニョーラ島に市半分の開拓地を拡大し、レオガンとポールドペを設立し、砂糖プランテーションが植民地の主要産業になった。18世紀になるとヨーロッパは戦争と継続する外交的陰謀で分裂したままだった。フランスは依然として、 強国だったが、新しいライバルであるイングランドと競うことになった。イングランドは1707年にイギリスとなり、スペイン継承戦争の間に、海陸で強国にのし上がってきた。しかし17世紀後半に、アメリカ大陸で海賊やバッカニアによる略奪行為、および30年戦争のドイツにおける傭兵による略奪行為によって、国王や国のためというよりも、 利益のために戦ってきたヨーロッパの支配者と軍事指導者は彼らが略奪した地域の経済を破滅させることが多かったことを理解した。アメリカ大陸の場合はカリブ海全体がこれに該当した。これと同時期にヨーロッパ列強は打ち続く。戦争のために大規模な常備軍とより大きな海軍を備えるようになり地球規模の植民地戦争に対応した。 1700年までにヨーロッパ各国は意のままになる陸軍と艦船を所有し、死略船に頼ることなく西インド諸島とアメリカ大陸の重要な植民地を守り始めた。このことが死略船の運命を変え、バッカニアーにとっての気楽な生活を変えた。スペインは植民地時代の残り期間で弱小国のままだったが、大多数の海賊が1730年以後消滅した。 これは、ジャマイカのポートロイヤルを基地とする、新しいイギリス海軍戦隊と沿岸警備隊と呼ばれたスパニッシュメインからの死略戦勝船団に、海から追われたためだった。西インド諸島には、正規兵部隊が駐屯し、死略免許上は、取得が難しくなっていった。17世紀後期と18世紀初期は、カリブ海の領土を支配するすべての国にとって、 経済的に富と貿易を成長させた時だった。18世紀半ばまである程度の海賊行為が常に残っていたが、将来的にカリブ海を飛ませる道筋は、成長するタバコ、米、砂糖の平和的な交易と、イギリスの公開法やスペインの重症主義法を避ける密貿易とされた。ナス総工が海賊にとって最後の対比行となった。 イングランドの海賊によって1638年に設立されていたホンジュラスのベリーズは元スペイン領だったが小さなイギリスの植民地として成長した。カリブ海のフランス植民地帝国は18世紀初めまでにそれほど成長してはいなかった。グアダルーペとマルティニークの砂糖の島はフランス領衝アンティル諸島の双子の経済首都のままであり。 イギリスのカリブ海植民地の最大のものと同じくらいの人口があり繁栄していた。トルトゥーガ島の重要性は小さくなったが、フランスのイスパニョーラ島開拓地は島の西海岸一帯に砂糖プランテーションが拡大したのでアフリカ人奴隷の主要輸入地となった。そこから現在の配置の核ができた。カリブ海海賊の衰退はヨーロッパにおける 傭兵利用の衰退と常備軍の流星の時期に重なった。30年戦争の終戦後、ヨーロッパでは国の武力が拡大した。陸軍は体系化され直接国の指揮下に入った。西ヨーロッパ諸国の海軍が拡張され、その任務は海賊との戦いにまで広げられた。ヨーロッパ海域から海賊を駆逐すると、18世紀にはハリブ海に1710年までに、 西アフリカと北、アメリカにまで及び、1720年代には、インド洋でも海賊が働くには難しい場所になった。1720年以後、ヨーロッパの軍隊や海軍、特にイギリス海軍が長期の実験権を積むために、海賊に対抗して広い範囲で活動したので、カリブ海では古典的な意味での海賊は、ごく稀になった。 イギリス海軍には1718年までに124隻、1815年には214隻の艦船があった。1670年に所有していたのは2隻のみだったので大きな増加だった。イギリス海軍艦船は飽くことなく海賊船を追求し、戦闘になれば常に勝利した。特にイギリス軍に捕まった海賊は裁判にかけられて、 有罪を宣告され、その後にイングランドに移送された。捕獲された海賊が移送される前に、証人の証言や、その他固い証拠によって、有罪とされる必要があった。旧来、海賊行為の裁判は、本国で行う必要があったが、これは、時間がかかり、費用もかかる手続きだったので、それを早めるために植民地域人と海軍の士官の、 中から7人委員会が創設されて、海賊に関わる事件を扱った。この新しく早い裁判では、海賊のための陳述はなかった。最終的にこの時代で600人の海賊が処刑されており、当時カリブ海で活動した海賊の約10%に相当した。1713年に、スペイン継承戦争が終わってから1720年頃まで、 海賊行為が一時的に復活した時があった。戦後は水兵が余ったので賃金や労働条件が下がった状態に合わせるために多くの失業した水兵が海賊になった。同時にスペイン継承戦争を終わらせたユトレヒト条約の条件として戦争に貢献したイギリスの王立アフリカ会社や奴隷商人にスペイン領植民地に アフリカ人奴隷を供給する契約を与え、イギリス商人や密貿易者には伝統的に閉鎖されたアメリカのスペインの市場に侵入する可能性を与えた。これが全地域の経済再活性化につながった。この復活したカリブ海貿易によって海賊の波に対する豊かで新しい分け前を供給した。さらにこの時期に、 カリブ海の海賊増加に貢献したのは、メキシコのカンペチェで、イギリスのログウッド開拓地をスペインが破壊したことと、1715年に、バハマ南沖で銀を運ぶ船体が沈んだことだった。18世紀初期に海賊が再興した時期は、イギリス海軍とスペインの沿岸警備隊が、拡大されて脅威に対応できるようになった時に、終わった。この時代を終わらせることになった。 もう一つの重要要因は、海賊最後の逃避行だったナッソーが失われたことだった。ウォルト・ディズニーの映画、パイレーツ・オブ・カリビアンの時代接点がこの時代である。ヘンリー・モーガン18世紀初期の有名な海賊は、黄金時代の完全に違法な生き残りであり、その選択肢はすぐに引退するか、捕まえられることに限られていた。それ以前のヘンリー・モーガンがその死略行為で、 イギリス王室からナイトに助せられ、ジャマイカの副総督に指名されたことと比べれば対照的である。19世紀初期、北アメリカの東海岸とメキシコ湾岸及びカリブ海の海賊行為が再び増加した。ジャンラフィットがおそらくこの時代最大の海賊であり、1810年代にテキサス州とルイジアナ州にあった隠れ家からカリブ海とアメリカの海域で活動した。 しかし、アメリカ海軍の記録では、1820年から1835年の間にアメリカとカリブ海の海域で数百回の海賊による攻撃が起こったことを示している。ラテンアメリカの独立戦争で、スペインによっても、メキシコ、コロンビアなどラテンアメリカで新たに独立した国の革命政府によっても、死略戦の利用が広まった。 これら死略戦は独立戦争の間にあっても、その死略免許上の条件に固執することに慎重になるのは稀だった。これら紛争が終わった後も長い間まさに海賊としてカリブ海を荒らし続けた。1846年の米北戦争の頃、アメリカ海軍が協力になり、感染数も多くなって、西インド諸島での海賊の脅威を排除するのに、 十分な勢力になった。1830年代までに、艦船は、蒸気力駆動に転換されたので、カリブ海における小ネ時代と、古典的な海賊の概念は終わった。海賊と同様、死略戦も、戦争の手段として、数十年間続き、アメリカの南北戦争の海軍作戦では、いくらかの役割を果たした。死略戦は、 ヨーロッパ諸国及び新生アメリカ合衆国でも道具として残り19世紀半ばのパリ宣言まで続いた。しかし視略免許状が発行されることが非常に稀になり紛争が終わった時はすぐに停止された。1000を超えた平和はないという概念は18世紀後期から19世紀初期の開拓が進んだ時代には意味を持たない異物だった。当時の銃は性能が悪く、 弾が出ないことがしばしばあり、銃のリロードにも時間がかかったため海賊は予備のために武器を多く所持していた。海賊たちは航海計画を提出したり、乗組員のリストを公表したりはしなかった。さらに、沈没から生き延びた海賊も証言などは残さなかったため、沈没船が海賊船だと特定されることは稀である。陸上での海賊たちは、 カツラを着用し色とりどりの服装をして、略奪した色々な種類の宝石や十字架などを身につけていた。会場での海賊たちは、戦闘中に、剣で刺されても大丈夫なように、革の厚いダブレットを身につけるか、上着にタールを塗るかをしていた。ただし、平常時には短い上着や、骨の製のズボンなどを着ていた。海賊たちは、略奪したポートワイン、シェリー、 ブランデーなどを好んで飲んだ。また、水、砂糖、ナツメグ、ラムを混ぜた、ボンボやビール、砂糖、生卵、シェリー、ジンを混ぜた、ラムファスティアンなども人気があった。その他、ブランデーに、ビールとレモン汁をそれぞれ少量を入れた、サークラウズリーや、前日のレシピからレモンを抜いた、フリップと呼ばれるものも飲まれた。食では、サラマガンディという、 いろいろな食材を使った料理がニュープロビデンスの居酒屋などで提供されていた。困窮時にはクラッカーハッシュと呼ばれる残飯に粉々にしたビスケットを混ぜられたものも食べられた。海賊船の上ではかなり民主的であり、行動規範があり、近代的な法を反映させてもいた。これら規則のいくつかは服装規定、女人禁制が入っており、禁煙の船もあった。 規則を破った時の懲罰として出発前に船に乗る皆の中で陸に残す招致が決定されることすらあり、イギリス海軍の権威主義に比べればかなり抽象的だった。イギリス植民地社会との対象として海賊船場では人種の区別が通常不明だが、ある例ではアフリカ人の子孫が船の船長になったことすらあった。また、 船が港を離れる前にしなければならなかったことは、全、乗組員の誰も裏切らないという誓いを立てることであり、乗組員の各人が受け取る利益の比率を決めることになる船の規約として知られるものに署名することだった。また、海賊仲間の争いに決着をつける方法には、最初に血を流すまで戦うことがあり、極端な場合は、無人島に一人を捨てていくこと、 下戸叩たき39回、あるいは下記による処刑すらもあった。しかし一般に信じられているのとは異なり、船からせり出した板の上を歩いて行って太陽に落とす。刑罰は仲間内の争いを決着させる方法としては使われなかった。船では船長、総打手、船の当事委員会及び通常の乗組員との間に権力の分離があった。しかし、戦闘では、 船長が常に全権限を握っており、最終的な意思決定権限は、指揮系統を保障するものだった。戦利品を分配するときは、各ランクに応じて分けられるのが通常だった。すなわち船長は5内市6人分、総打手のような上級職には2人分、乗組員が1人分であり、見習いのものは半人分だった。クォーターマスターも参照。 ジャン・フルーリーは、ジャン・アンゴの出資を受けて、16世紀初頭に活動した、フランス人の私略船長であり、スペインの恩敵であった。1522年には、スペイン船7隻を捕獲した。その1年後には、アステカを征服中のエルナン・コルテスが、本国スペインに送るため、伝説的な戦利品を乗せた3隻のガレオン船のうち2隻を、ダホシ・モンテスマの財宝のほとんどが、 フルーリーの手中に落ちた。最終的に捕らえられ、1527年に、神聖ローマ皇帝カール5世の命によって、処刑された。フランソアル・クレールは、16世紀中頃に活動した、フランス人の私略船長であり、ジャンブ・デ・ボーイズの異名を持つ。1551年には、アンリ2世から称賛を受けるほど有力な船長であった。1552年には、 ポルトサントを略奪した。一年後、千人の兵を集めると、大尉のジャック・ド・ソレスト・ロベール・ブロンデルと共に、カリブ海を荒らし回った。彼らは、サント・ドミンゴの港を略奪して焼き払い、フランスに戻る途中では、カナリア諸島のラスパルマスで略奪を行った。1554年には再び遠征を指揮し、サンティアーゴ・デ・クーバを襲撃した。 ヘンリー・モーガンは17世紀に活動した最も破壊的な海賊船長の一人である。イギリス出身で、モーガン自身は自分を海賊ではなく主役船と自認していたが、その襲撃のいくつかは法的根拠に乏しく、海賊行為とみなされていた。カリブ海での活動に際して、ジャマイカのポートロイヤルを本拠としていた。大胆で、無慈悲で無な男であるモーガンは30年に、 渡って、故郷イングランドの敵と戦い、その活躍で成功を収めた。その中で有名なエピソードが、1670年12月から、翌1671年にかけて行われたパナマ市、攻略であり、薬病が多い中央アメリカのジャングルを、チャージズ川を遡って攻め入り、都市を占拠した。モーガンの部下たちは街を焼き尽くし、住民は殺されるか逃げ出すかのどちらかであった。 パナマ焼き打ちは、モーガンにとって、金銭的なメリットはなかったが、スペインのカリブ海に対する権益と国威には、大打撃であり、彼はイングランドで英雄扱いをされた。その生涯の最高潮には、イングランド王室より、貴族に除され、副総督として、ジャマイカの広大な砂糖プランテーションを経営した。後にも先にも、海賊ではなしえないような尊敬を受けて、最後は、 ベッドの上で亡くなった。フランソワロロネーは17世紀中頃に活動した、フランス出身の海賊船長の一人である。ハイジ北部のトルトゥーヶ島を根城にし、カリブ海を荒らし回った。数百人の手下を率いて、マラカイボとジブラルタルを襲撃し、スペインの守備隊を全滅させた上に、残虐非道の限りを尽くして、略奪行為を働いたために、スペイン人たちから恐れられた。 最後は、人食いの風習がある原住民に捕まり、火炙りにされて殺されたという。ベンジャミン・ホーニゴールドは、イギリス出身のスペイン継承戦争に従軍した、死略戦の船長であり、後に海賊に転向した人物。18世紀初頭の海賊の黄金時代の序盤の代表的な大海賊の一人であり、ヘンリー・ジェニングスと共に、バハマのナス層にあった。 海賊共和国の指導者的存在であった。部下に黒ひげやサミュエル・ベラミー、スティード・ボネットがいたことでも知られる。ホーニゴールドはあくまで主略戦の立場を重視し、略奪対象はスペインやフランスといったイングランドの敵国に限定したものの、これが部からの不況を買い、最後は船長の座を追われた。1718年に、 ウッズ・ロジャーズがバハマ総督に着任して海賊討伐に乗り出した時には彼の呼びかけに応じて積極的に基準した一人であり、ロジャーズの部下として海賊ハンターに転向した。海賊を知り尽くしたものとしてかつての仲間たちを討伐し功績を立てるが最後は1719年頃に船が難破して死亡した。ヘンリー・ジェニングスは イギリス領ジャマイカ出身のスペイン継承戦争に従軍した私略戦の船長であり、後に海賊に転向した人物。18世紀初頭の海賊の黄金時代の序盤の代表的な大海賊の一人であり、ベンジャミン・ホーニゴールドと共にバハマのナスーにあった海賊共和国の指導者的存在であった。ホーニゴールドの派閥に対し、 チャールズ・ベインやジョン・ラカムの貢献的存在であったという。1718年に、ウッツ・ロジャーズがバハマ総督に着任して、海賊討伐に乗り出した時には、それに先んじて、バミューダ総督に恩赦を願い出て海賊から足を洗った。その後は、バミューダにてプランテーションを経営し、穏やかな生涯を送ったとされるが、一説には1745年に、 オーストリア継承戦争にて、スペイン人の捕虜となり、極中死したというものがある。黒髭黒髭ことエドワード・ティーチ、または、エドワード・サッチは18世紀初頭に活動した、海賊の黄金時代を代表するイギリス出身の海賊船長である。1680年頃に、イングランドで生まれたとされ、スペイン継承戦争に、私略船の船員として従事した後、海賊となった。 初期はバハマのナッソーにあった海賊共和国を拠点とし、カリブ海ほか北アメリカ東海岸を荒らし回った。1714年から1718年にかけてはノースカロライナに拠点を持っていた。異名の黒ひげの通り、その奇抜な外見でよく知られており、戦いの際には帽子の下に火のついた銅火線を垂らして、顔は火と煙に覆われ、 彼を目撃した被害者たちは、地獄から来た悪魔の亡霊のようであったと伝える。海賊行為で打破した、フランスの大型奴隷船を改造した200トン級で、40門の大砲を備えた、アン・ジョーの復讐号を機関とした。最後は、ノースカロライナの臨地である、バージニア植民地総督アレクサンダー・スポッツウッドの命令を受けたイギリス海軍の指揮官。 ロバート・メイナード大尉によって1718年11月22日に討伐された。海賊紳士の異名を取るスティード・ボネットは黒ひげと同時期に活動した海賊船長である。その羊は航海について何も知らないただの佐藤の応援手であり、おそらくカリブ海で活動した海賊船長の中で最も能力に乏しかった。1717 17年に バルバドスに手武装スループ船を購入し、給与制によって、と形を集めて、海賊となり、これは、妻から逃げるためだったとされている。後に出会った黒ひげに指揮権を譲渡し、その客分として、共に公開した。1718年夏に、ボネットは短期艦船長に復帰したが、最後は、サウスカロライナに雇われた、死略船に捕まり、チャールズタウンで、 公主刑に処された。チャールズ・ベインは、18世紀初頭に活動した海賊の黄金時代の代表的な海賊の一人であり、他の同時期の多くの海賊と同様に、バハマのナス層にある海賊共和国を拠点とした。1718年に、ウッズ・ロジャーズがバハマ総督に着任し、海賊討伐に乗り出した時に、ほぼ唯一抵抗した有力な海賊船長であった。 ロジャーズの艦隊に、ナッシュが包囲された中にあって、彼の海賊に対する恩赦の申し出を拒絶し、焼き打ち船で包囲網を突破して、脱出を果たした。その後、ロジャーズへの復讐の機会を狙っていたが、層打手であったジョンダカ村部下たちに、船長の地位を奪われ、置き去り刑に処された。再度、海賊船長として再起を図ったが、 船のナンパをきっかけとして1720年に捕まり、ジャマイカにて、公師刑に処された。ジョン・ラカムの海賊機、ジョン・ラカムは、チャールズ・ベインの副審として、後には自ら船長として活動した有名な海賊である。今日に、海賊機として有名なデザインである、黒字に、上にはドクロ、下には交差させた2本のカトラスという構図は、ラカムの海賊機である。 また、キャラコの帽子や衣服を愛用したことから、キャラコジャックの異名も取った。ウッツ・ロジャーズに復讐を企てていたベインを追放した、後に、ロジャーズより恩赦を受けるが、アンボニーやメアリリードと出会い、今度は彼女らを部下にして、再び海賊家業に戻った。1720年に、アンやメアリラと共に武装船に捕らえられると、ジャマイカに移送され、同地にして処刑された。 アンボニー・アンボニーとメアリリードは、海賊の黄金時代に活動した女海賊として有名である。二人とも非常に短い期間だが、ジョン・ラカムの部下として、海賊行為に従事した。1720年にラカムと共に捕まり、ジャマイカで裁判を受けた際には、非常に珍しい女海賊として注目を浴びた。女性ながら、その無慈悲さと、 男まさりな性格は有名であり、自分たちを目撃した捕虜を殺すかどうかの同僚たちとの相談では、殺害に賛同し、1720年に自分らが打破される原因となった武装戦との戦闘では、ラカムを含めた男たちが船倉に逃げ隠れたのに対し、二人は簡板で勇敢に戦ったとされている。その伝説の頂点は1720年のジャマイカでの裁判である。 中村と共に死刑判決が下り、判事から最後に言い残すことはないかと問われて二人とも妊娠していることを告げて即時の処刑を免れた。結局、メアリは出産前に牢獄にて熱病で死亡し、案は記録が残っていない。予定通り出産後に処刑された可能性もあるが、一説には彼の父親が保釈金を払って家に戻したと言い,い、その後、 再び海賊に戻ったとも、二層になったとも伝えられる。バーソロミュー・ロバーツは、海賊の黄金時代の最後の大海賊と評される海賊船長である。ブラックバートの異名を取り、記録に残る短い期間中に少なくとも400隻の船を襲い、略奪に成功した。彼が海賊として活動を始めたのは、 同時期の有名な海賊たちの中では最も遅い1719年であり、乗っていた奴隷船が海賊ハウエル・デイビスに襲われ罪、そのままデイビスの部下となって海賊に転向したというものである。間もなくしてデイビスが死去すると船長に昇格し、カリブ海に活動場所を移して1721年まで荒らし回った。大型で強力な武装船を数多く指揮下に収め、 そのすべてをフォーチュン、グッドフォーチュンあるいはロイヤルフォーチュンと名付けた。やがてバルバドス島とマルティニーク島の総督らに狙われよう、なると彼らに憤慨し、報復を兼ねた熾烈な略奪を行った。1721年から西アフリカ沿岸に活動場所を移し、略奪行為を行った。しかし、1722年2月、 最後はロバーツを追跡してきたイギリス海軍との激しい海戦の折に砲弾の破片が直撃して即死した。船長の死を確認すると部下たちは海軍に投降した。エドワード・ローマタの名をネット・ローは海賊の黄金時代に活動した海賊船長であり、最も残忍でずる賢い海賊として悪名高い。ロンドン出身で海賊ジョージ・ラウザの副官としてこの道に入り、 やがて船長として、部下たちを統率するようになった。その海賊としての経歴は3年だけであったが、この間に100隻以上の船を略奪し、部下たちと共に数百人の捕虜を単に殺害するに、とどまらず、拷問にかけたり、不具にさせた。具体的には、捕虜の耳や鼻を削いだ、抵抗された腹背に唇を切り落として食わせた、何の理由もなく拷問し、 苦しませてから殺したなど、その老石行為には、毎今日に暇がない。その最後は、不明確であり、船のナンパあるいは、部下の反乱、もしくは、マルティニーク島で処刑などで1724年に、死んだとされるが、生存説も存在する。カリブ海では、合法で国が命じたものまで含めれば死略行為は、極めてよく使われたやり方だった。 植民地を守るために船体を維持する費用は16世紀や17世紀の母国政府の予算を超えていた。民間船が私略免許状を得て海軍に組み込まれ、敵の船舶や開拓地を捕まえて得られる分け前で報酬が得られ、国庫に上納される分もあった。これらの船舶は独立して動くか、船体に入って動くかであり、成功すれば報酬は大きかった。 1523年にジャンフルーリーとその部下がコルテスの船を捕獲したとき、信じられないようなアステカの財宝を発見し、それを所有できた。あとの1573年、フランシス・ドレークがノンブレデディオスでスペインのシルバートレイを捕まえたとき、隊員は一生裕福に暮らせた。1628年、ピエトハインは、 オランダにインド会社のために1200万ギルダーの利益を上げた。この少なからぬ利益が出ることで、私略行為は事業の日常ことに近いものになった。裕福な事業家あるいは貴族は進んでこの合法化された海賊行為に出資し、その分け前を得た。捕獲した商品の販売は植民地の経済を活性化させもした。当時この地域で私略行為をさせた。 主要帝国はフランス、イングランド、スペイン、オランダ、ポルトガルだった。各国の私略船はすべて他国の船舶を攻撃するよう命じられており、特に標的にされたのがスペインの船舶だった。17世紀までに海賊と私略行為はやや受容されない行動になった。特に私略船が完全な海賊に変わったからであり、それは得られた利益の分け前を雇用された母国に返す。 必要がなかったからだった。ニコラストロット総督やベンジャミン・フレッチャー総督など長い間に多くの役人が汚職のために辞めさせられた。政府が活動的な海賊や腐敗した死略行為者を見出し、切り捨てる方法は海賊ハンターを使うことであり、海賊船に乗っている裕福なもののすべて、あるいは少なくとも大半に賄賂を渡し、さらに報奨金も渡していた。 最も有名な海賊ハンターは、ウィリアム・キッド船長であり、その経歴では1695年が頂点だったが、後に法海賊の利益に目をつけて、それを新しい事業にした。バッカニアは、1630年から1680年に、かけカリブ海で活動した海賊たちを指す。当初のバッカニアは、スペイン当局から土地を奪われた開拓者であり、 白人開拓者によって拾われた。バッカニアという言葉はフランス語のブーカネから来ており、焚き火の上で野生牛の保存肉を煙で燻すという意味だった。彼らはその技術が生きているうちに海賊に伝達した。スペイン以外の植民地から部分的な支援を得て活動し、18世紀まで合法であるか、一部合法であり、あらゆる国から不定期な特赦もあった。 大半の場合、スペインが所有する船舶を襲い、開拓地を略奪した。伝統的にバッカニアーには多くの風変わりな点があった。乗組委員は民主主義で運営された。船長は乗組委員から選ばれ、公認を選ぶこともできた。船長は指揮官であると同時に戦闘員でもあった。戦闘の時は遠くから指揮するのではなく、仲間と一緒に戦うことが期待された。 戦利品は平等に分配された。主観が大きな分け前を取るときは大きなリスクを負ったか特別の技巧があるからだった。乗組員は航海の間に給与が支払われない場合が多く、戦利品は分割されるまでに数ヶ月間積み上げられていた。海賊の間には強い団結心があった。このことで会場での戦いに勝利でき、通常は高い比率で貿易戦に勝てた。 時には、社会保障の仕組みもあり、戦闘で負傷した場合には、計画的に金や金を保障した。海賊が離れ小島に財宝を埋めた話や、派手な衣装を着ていたという話は、ある程度真実である。海賊の富の多くは雑貨を売却することで、積み上げられた。すなわち捕獲した船から剥ぎ取ったロープ、歩、滑車装置などだった。バッカニアについて、非民主的な側面は、 大工や外科医のような専門家を同線させることがあったことだった。ただし、用済みの場合は解放された。典型的な貧乏人は海賊に加わること以外、有望な選択肢は少なかったことも注目すべきである。海賊の平等主義によって奴隷船を捕まえた時に奴隷を解放したという話も伝わっている。しかし、奴隷に海賊船の手伝いをさせた後で彼らを売却した。 海賊もいたという証言もある。戦闘の時は凶暴だとみなされ、非打ち始終の専門家だったという評判だったが、1670年代以前は、それほど普及していなかったので信憑性はない。1690年からは、戦績に関係なく、略奪行為を行うようになり、バカに言い合わ姿を消した。主に、アフリカの各所から多くの奴隷が、 カリブ海の植民地に輸出され、プランテーションでの労働力とされた。1673年から1798年に奴隷にされ、植民地に運ばれた人々の中で旧内市32%は子供たちだった。植民地までの船旅は平均して12週間かかり、その間奴隷は劣悪な条件下に置かれた。すなわち、立つこともできないような狭い空間、高い気温、 貧しい食事であり、病気やその結果としての死も多かった。多くの奴隷は奴隷にされる前に内乱の犠牲者か捕虜だった。奴隷であるよりも海賊の生活様式が魅力あるものになった。17世紀と18世紀に海賊はその絶頂期にあり、自由の象徴的な解釈も最盛期だった。この抽象概念は奴隷や帝国主義の犠牲者に大変訴えるものがあった。 ヨーロッパの主要な列強は、奴隷が自由になる機会を乱すことを望まなかったが、1715年から1725年に活動した海賊5000人以上の中で30%はアフリカ人の子孫だったとされている。新しい生活と自由の機会とともに、アフリカの先住民はそれ以前に個人が海賊の社会に加わるという平等さを経験していた。 海賊になった多くの奴隷が海賊船で指揮官や特権のある地位を確保した。中には船長になった者もいた。多くの奴隷の出身地の中にマダガスカルがあった。ジャマイカ、バルバドスなどアメリカの植民地に奴隷を輸入した最大の国はイギリスだった。ロベルト・コフレシ、ロベルト・コフレシ、別名エルピラ・タ・コフレシは若い時に航海に興味を持つようになった。 成人するまでに当時スペインの植民地だったプエルトリコにはいくつか政治と経済の困難さがあった。このような状況下で1818 18年に海賊になった。特に金を輸出する貨物船を狙って何度か襲撃を引いた。この期間にアメリカ合衆国から出てくる船を狙い、地元スペイン政府はその行動のいくつかを無視していた。 1825年3月2日には、アセス・グランパスと交戦し、ジョンディ・スロート船長が率いる船体と戦闘になった。最終的に船を放棄し、陸図体に逃げようとしたが捕まった。投獄された後に産アンに送られ、簡単な軍事法廷で有罪とされ、1825年3月29日、乗組委員と共に銃殺隊によって処刑された。その死後に、 いくつかの伝説や神話にヒントを与え、本や、その他メディアのもとになっている。ジョン・ボイシー・シングは、通常、ラジャ、ボイシー、ボイシー・シングなどと呼ばれ、1908年4月5日に、トリニダード島ポートオブスペインのウッドブルックで生まれ、1957年に、名のハッティワーク殺害容疑で、 オートオブスペインで処刑された。海賊や殺人者になる以前にギャングや賭博士として長く成功した経歴があった。1947年から1956年のほぼ10年間、シングとそのギャングはトリニダード島とベネズエラの間の海域を荒らしまくった。約400人を殺したとされている。トリニダード島からベネズエラまで船で運ぶと約束し、 その途中で銃を突きつけて犠牲者から金品を奪い殺して海に投げ入れたトリニダード,ド・トバゴの人々にはよく知られている危うく国外追放になるところだった銃居不法侵入の告発はうまく逃れたが3番目の裁判である名の殺人罪で有罪となり処刑された 住民大半のイフと恐怖の対象となり、1950年代初期には明るくスタイリッシュな服装でポートオブスペイン周辺を堂々と歩き回っているのがたびたび見られた。母とウバが告発者に警告して、容疑抑しなさもないと、ボイシーが捕まえに来るよ、と言っていた。ありがとうございます。